こんにちはアラフォー独身女性専門カウンセラーの深田静香です今回メンタルコーチの先生にアラフォー独身女性の副業の始め方をインタビューしてきました前回までの話では起業するビジネスを始める時にまず人から先に集めるる方法があとということでしたインターネットがすごく普及したこの時代においてはメディアを使って人を集めやすくなりました ネギアというと一番ブログとかが想像しやすいと思いますブログやホームページを作る時に世界的に一番使われてい,ているのがワードプレスでその関連する書籍もたくさん出ていますメンタルコーチの先生は私みたいなパソコン初心者向けの人のために初心者向けの本を紹介するためにたくさん本を読んだそうです読んでいく中で気づいたのが 初心者と書いているけれども本当にパソコンが苦手本当にわからないという人にとっては難しいんじゃないかこれは初心者じゃなくて中級レベルななんじゃいいかとと思ったた。う話でした私は本当に機械パソコンが苦手でワードプレスの初心者向けの本を読んだ時も本当にわからないって思ったんです。 何冊か本を読んでわからないところは google で検索してやっとワードプレスを立ち上げることができました私みたいな超初心者にとっては初心者向けのって書いてある本はすっごい難しいですまあそれと同時になんとか検索して立ち上げることができたという事実もあります 今回回のの話は前回からの続きになりますこのインタビューは有料カウンセリングの中でしていて場所は先生の職場である薬局でしています。 音声の中に外の音が聞こえたりお客さんが入ってくる音が聞こえることがありますお客さんの声が入っているところだけカットさせてもらっているので話が前後でつながらないところがあるかもしれないんですけどそこはあお客さんが入ってきているのかなって思いながら聞いてください先生はインタビュー中スマホを片手に持っていてそのスマホのメモ機能に喋ることを箇条書きに書いているそうですそれではお聞きください 僕はその本当の意味での初心者どっちかっていうとその苦手そのブログとかそんなも自分で書くとかとんでもないともう YouTube なんてもうありえないとでも自分でお金を稼ぐ起業するためにはやっぱりそれを使うことが必要だと。 そうなった時にうん、うん、何をどうしていいいかかがわらないよねうん、うん、人を集めるのはブログを使えばいいですよ、うん、今だったら YouTube いいですよ、はいまあ、Twitter も、ねうんうん、いいですよって言ってもうん、うん、普通に Twitter でつぶやいたりとか、はいねまあ、ブログに日記みたいに書いたりとか YouTube はさすがにハードル高いみたいで。うん ユーザーが異常に使ってる人うん、うん、見てる人が異常に多いんだけど発信してる人が異常に少ないという非常に珍しい SNS なるのねまあ YouTube 置いといたとしても例えばブログ、うん、ってなったとしても、うん、普通に日記書いてて、うん、まあ少しは人が集まると思うようん、うん、<laughs> だけどそんなに人が集まるわけがないよねうん、うん、だからみんな トップブロガーの人たちの初心者のためのっていうのを探してままず見るや見たことあるでしょ、はいいや。とてもじゃないけどこんなの書けないわともう絶対思うよね。思いました。いいやこれ初心者じゃないし、うん、<laughs> わかるでしょ、はい、うんで僕はそれをね思って涼カ、うんまあ、ちゃんにもうん、うん、あの。 まこういうこと書いてとかねこんなふうにしてみたらとかそういうのの提案をしてきたわけだよね。でまあゼロから完全にゼロから始めたわけじゃないですか。でもねちゃんとアクセスが増えたじゃない。わかるよね。ということは人が集まったん人を集めることができてるんよ。 まあ手探りでやってきたから何て言うのかなまあ自分が一番最初に書いたブログと今,今のブログとかを比較しただけでまあとてもじゃないけど同じ人が書いてるようには思えないぐらいの,あのレベルになってると思うんだよねだからそうなった時にね。 そのマーケティングから始めましょうって言った時にうん、うん、まずブログの書き方からリサーチするうん、うん、勉強する、はい、それがもうマーケティングそのものないよ。分かるーマーケティングの本当の、はい、その初心者向けっていうのは実際に0から1になってる人分かるよね そのブログを最初から読むとということ、うん、<laughs> あブログってこんなふうに書いてるのか、うん、あ、こんな内容でいいのかと、うん、であこうずっと読んでいくとなんかどん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 見た目も内容も良くなっていってるなっていうのを本当の初心者の人っていうのは読んでみて自分の 潜在意識の中に脳の中にそれをインストールしなきゃいけないんだね暗記するんじゃなくてまずそれを知らないといけないでそれを知ってるとそれがま教材みたいになって教科書みたいになってそれの中身を丸ごとパクるんじゃなくてこんな感じで日常の出来事を書くのかとね、あ、最初はこんなんでいいのかと でだん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 、うん、あこういうふうになってるのかと、うん、ねでまあ最終的にというよりはまあ、うん、0から1っていうのはまあ、うん、とにかく書けますとねはい今回はここまでです私自身ブブロロググするまでで全くのブログ初心者でしたもう初心者どころかほぼ人のブログとかも読んだことがなかったんです 読んでもちょっと有名人のブログをちょっと本当にちょっと見るぐらいディズニーランド行く時にそのディズニーの情報をちょっと見るぐらいでしただからね先生にブログを勧められた時にすっごいびっくりして「ブログって何?」って「ワードプレスでして」って言われて「ワードプレスって何?」っていう状態から始めたんですもちろんブログ記事を書き始める時も「ブログって何を書いたらいいの日記?」 日記も下手だしな。文章を書くのとかすっごい苦手だしどうしたらいいんだろううっていう状況でした。だから私は1記事目からカウンセリングを受けてこういうふうに書いたらって勧められて書いてみて先生に見てもらって添削してまた書き直してっていう繰り返しでしていました。 本当に最初の最初はそれの繰り返しでカウンセリング受けてブログで書いてそれを先生に見てもらってここは違うよとかこれはこれでいいよとか教えてもらいながら一記事ずつ書いていきましたやっと約2年続けて慣れてきました、まあ、慣れてきたといってもやっぱりブログを書くのってすごいエネルギーがいるので時間はかかります時間はかかるけれども 書くくここととを表現することは楽しくなってきましたもうね本当に昔からすすっごい気真面目なんです、ね、病的真面目なぐらい今ね私ブログでも書いてるように競馬をしているんですけどそもそもなぜ競馬を始めたかっていうとメンタルコーチの先生からこの病的なぐらいの真面目さの克服治療のために競馬を勧められたんです。 そのの病的真面面目のためめに競馬を進めるっって先生、すっごい面白い白でしょ。でもねこの競馬がすっごい私にとってねぴったりどハマりしたんですそんな競馬の話もたくさんブログに書いてるのでぜひぜひ読んでみてください少し話はそれちゃったんですけどもう本当に昔から間違ってはいけないっていう潜在意識の固定観念を使ってきたので。 ブログ書くときもああ間違っちゃいけないなってずっと思ってきたんですけどあ間違ってもいいんだ訂正すればそれでいいんだあんまり頭でっかちに考えすぎなくてもいいんだって思えるようになってからはすごい楽になりました最初は下書きしたものを先生に見てもらって、まあ、添削してもらってまた書き直してってしてたんですけどだん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 自分一人でも書けるようになりました まあ、投稿したものを先生に添削してもらって改めて新しい記事でそれを書くっていうこともしてます私もトップブロガーの人先生から紹介されたトップブロガーの人の記事とかをいくつか見ましたやっぱりねトップブロガーはねトップブロガーなんです、まあ、本当にね読んでると本当に全然全然次元が違うなって思います 今回ね先生が私のブログについて話してくれて、まあ、最初は先生がこういう記事書いてねとか添削してもらってじゃあ次はこの記事書いてねって教えてくれていた本当の意味っていうのが全くのマーケティング初心者の人のため全く初心者でどうしていいかわからない人が私のブログ一番最初からこう読んでいくことによって なんとか記事を書くことができるゼロから一を生み出すことができるための教材にするためだったんですね。今回聞いてね、あ、そうだったんだって思いました。確かにね、先生、あの内容は全然直さなくていいって、ブログは内容直しちゃダメだよって言われてました。そう言われていたこともあって、内容は。 全然書き換えたりはしてません。ただ私すごいおっちょこちょいなんで5字が多くて5字だけは訂正させてもらってます。もし今回 YouTube を聞いてあブログ始めたいんだけどどういうふうに最初書いたらいいかわからないっていう人をマーケティングを始めたいんだけどどうやっていいかわからないっていう人は まず私のジュゲムのブログの一番最初から順を追って読んでみてください私のブログも本当に最初の最初は誰からも読まれないブログでしたそれでもこう書いていくごとに1人増え2人増えってなったので0から1にする方法の参考にぜひしてくださいそれでは今回はこれで終わりますアラフォー読書女性専門カウンセラーの深田静香でした